ございます。コングラッチュレーションズ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあすいません、こちらです。はい、よろしく。はい、笑顔でください。ありがとうございます。そうですね、まさかあの SK48 として活動していて、こうギネスで認定していただけるなんて思ってもいなかったし、もっと言えば生まれてきてそんなこと思ったことが一度もなくて、で小学校の頃にあのギネスブックをすごい読んでたんですね。だからこうそこに乗るんだと思うとすごい、なんて言うんだろう、びっくりっていう気持ちと嬉しいなっていう気持ちが今混ざってるんですけれども、でも SK48 としてこう認定していただけたっていうのはすごく嬉しいことだなと思います。やっぱ AKB48 さんは、まあ、そのメンバーさんの数で認定されたということなんですけれども、今回私たちは一つ一つの作品がこうギュッと詰まっての認定なので、こう今回は数と一見思ってしまうかもしれないんですけれども、一つ一つその監督さんがそのメンバーのために作ってくださったものが愛情こもったものがたくさん詰まっているので、そういうところでは愛では勝っているんじゃないかなと、はい、思います。少女はどこに飾りたいですか？新しい